行動プラスダブルモード6人タッグデスマッチ、関根龍一、塚本拓実、佐久田俊之 VS マクドレモンとシラック、ジミーロイド。さあ塚本、蛍光灯を抜きます。さあ相手はトレモンと、おのこのこいい顔しますね、はい、マットトレモンと。これ年齢不詳ですけど、大会前に年齢聞いたら32歳だそうです。あ、ちょっとこうなんか幼顔のようにも見えますけどね、はい、でもなんか40超えててもそれはそれでそんなもんかなという、いい感じがしますよね。ただとんでもない前評判でございますから、今回のシュラック、そしてジミー・ロイドはねおなじみかもしれませんが、はい、まあとにかく、この体で動けるわけなさそうに見えて、まあ、この後多分出てくると思いますが、はい、これも意外と器用なんですよね。そうですよね。さあ塚本に対して、おっとパワーではどうだ。さあじれるトレモント。そう、うわ正面から、お気をつけください、選手の前に十分ご注意ください。さあ続いてシュラックと関根、はい、まあ、武田選手が欠場ということで関根登場。さあシュラックは、まあ、今日出てる3人の中では、まあ、こう見るからにね、まあ、昔のタズ選手、そうです、ね、タズが入れ墨入れたような感じですね。あ、そうですね、筋骨隆々でね、決して身長は高くないものの、はい、おっとひねり上げていきました。なんか引き抜いてまいりました。あの投げ技もタズっぽいんですよね。そうですね、これとかカバーに行く、カウント2、破天荒な GCW のファイトスタイルに会場からは GCW コール。さあこちらはジミー・ロイド、これは去年も確か参戦してますね。そうですよね、はい、前あの名古屋大会などの試合中継の中で出場しておりますジミー・ロイド、まあ、本来であればハボックが出場の予定だったんですけれども、はい、メンバー変わりましてジミー、まあ、こちらもまだ童顔ですけどね、これもまたなんかどう見てもうわそんなに動けないだろうという体つきなんですが、意外とこうだからあっと驚くような軽快な動きを見せる選手ですね。カバーに行く、カウント2、まあ、あのそのデスマッチ、まあ、ワールドワイドに展開されているデスマッチの中でやっぱりその何ですかね、大日本プロレスの中だけでの試合というのはもちろん素晴らしいと思うんですけども、はい、やっぱりこの前回の去年でいうとリッキー・シェイン・ペイジのように、うん、まあ、外国人がその時にこうやってくると各選手やっぱ刺激になっているようですね。でまあ、やっぱり、アメリカはアメリカで、はい、まあ、独自のこうデスマッチの進化とかですね、進歩を遂げてますので、そういうものを彼らを通じて持ち込んできてくれるっていうのはいい刺激ですよね。そうですよね。さあメガハンマー横殴り、おそらくプロレスオタク少年だっただろう彼らにしてみれば、まあ、こうやって後楽園ホールのリングでデスマッチをやるっていうのも、まあ、夢みたいな話だと思うんですよね。なるほどですよね。それはもう例えばかつて大仁田敦とかですね、はやぶさがやった同じ後楽園ですよ。なるほど、まあでもそういったね後楽園ホールもね歴史とそして思いを積み重ねてこの日があります。おお、あ、これね普段ハンマーってそんな当たんないんですけど、やっぱ相手が受け慣れてないんで。そうですよね、ガシガシ当たるこのメガハンマー。塚本がどうでしょうか、ジミーに対して蛍光灯を振り抜こうというのか。あ、あ、フェイント。さあそれを入れた中で、おお、ほら回し蹴りか喉元か、ドラゴン使いましたね。キャッチしてスープレックス。さあなんだ、何やってんだそのシュラックは何か違う方向からどうしても入りたかった。あっと気合が入る塚本。ああでもやっぱりあの入り方がねってあのあたふたしたんで、ちょっと隙を見せたようですね。さあ勢いは日本側。さあクレヨ桜、うまくヒットしなかったですね。うまくヒットしませんね。
これねやっぱりあの蛍光灯の硬い柔らかいがあるんで、そうですよね、硬いものがたまに混じってますから、はい、さあもともとこの円形でね割りづらい力点の置きようが難しいところですからね。あ、口の中に何ですか、口の中にガゼット、あ、何ですか、ああ仮面ライダーカードとかじゃないんですね、違いますね、さあ引き起こします、お、リング中央ですよ、いやいや距離ありますね、距離がありますが、塚本がもっといけと激を飛ばします、はい、ちょっとねでもセッティングの時間としては長すぎるよ、ね、そうですね、あしかし塚本がアシスト入りますね、これならいいですね、さあこれ正面からだからさあ来た、しかしどうだ、先にシュラックの方が立ち上がる、帰って元気が、おーっと、さあどうだ、リフトアップ、サクダを軽々と、あ、なんか後ろから見たらアニマルウォリアーみたいですね、本当ですよね、さあ大流血の6選手、サクダが目をひんむく、さあそしてトレモントが何持ってますね、ハサミ、いや違う、フォークだ、フォークだ、これ小林選手とそうですよ、ね、あの GCW の攻撃で試合やった時に、あ、なるほど、自分も刺されたんじゃなかったでしたかね、さあ今度はサクダが、あ、マット・トレモントのその額に、あ、小林選手ほどうまく刺さりませんね、はい、しかし下に立ててきましたね、はい、あ、これはこれで絵面が、それとですね、若奥様がオムライス来るとあんな感じになるかもしれませんね、ケチャップたっぷりの、そうですね、マット・トレモントオムライス、あ、もしかこれを小さな子供3歳児とか見たらオムライスって叫んでるかもしれません、さあそんな中でサクダが2人まとめての攻撃、なんだ、ジミーに対しても、これカナディアンデストロイじゃないですか、最近なんか使うんですよね、身長差があるだけにダメージも大きかったでありましょう、カナディアンデストロイも久しく使い手が出てこなかった技、なるほど、あの一時期流行ってね、はい、まあこういう形でちょっとアレンジしての復活はいいんじゃないでしょうか、さあトレモントを、これはいいですね、はい、日本サイドが非常にいい形、はい、トレモントももうちょっとあの年齢を重ねた味が出てくると、はい、アメリカのアブドーラ小林って呼ばれるようになるような存在の気がしますね、これはいいですよ、いいですよ、まああのね、もうもはや戦後は終わったと言われてますが、やっぱり日本という冠のあのチームの中で勝ってほしいところはありますからね、いや、そうですね、さあこれサクダ行きますよ、これ知らぬい、あーこらえる、あーさらにこらえる、マットに対してアシストに入る、いや力ではやっぱりマット・トレモンとか踏ん張ってます、重いですからね、関根も行きますね、どうだ、あ3人かかり、トリプル、トリプルアタック、見事決めた、あトレモントが肘をかなり切りましたね、あそうですね、左肘でしょうか、さあこっちはアラバマバスター、さあその間ジミーとシュラック反撃に転じたいところでありましたが、サクダがそのまま攻勢、さあどうだ、今度はジミーが担ぎ上げる、デースバレー、軽量のサクダに対してパワーで押し込むアメリカ軍、 GCW の勢いがここへ来てさらに加速か、あーどうでしょうか、ちょっとトレモントは右左腕がほとんど使えない感じですか、しかしそれでもいったよ、またデースバレー、あ決めた、赤く染まったマット・トレモント、あセコンド陣が駆け寄りますね、レフリーと一言二言声を交わしています、
一旦は止血をされているようですが、本人どうでしょうか。あ、この表情。いやー、今回も結構持ってかれちゃいましたね、連中には。まあそれだけのことをやってるっちゃことですからね。激しい試合は最後マット・トレモントが勝利を奪っています。